一般市民を標的とした襲撃事件で、一審では死刑判決を受けた工藤会トップらの控訴審です。一審で無期懲役の判決を受けたナンバー2は、今日の被告人質問で一部の事件について傷つけるよう指示したと自身の言葉で関与を認めました。警察車両に先導されて野村被告、そして田上被告を乗せたとみられる車が福岡高裁へ入ってきました。厳重な警備の中、裁判所へと入った特定危険指定暴力団工藤会のトップ野村悟被告とナンバー2の田上文夫被告。2人は1998年の元漁協組合長の射殺事件など、市民を標的とした4つの襲撃事件で殺人などの罪に問われています。一審では野村被告に死刑、田上被告に無期懲役の判決が言い渡されました。ただ2人は全ての事件について一貫して関与を否定。控訴審の初公判でも弁護側は一審と同じく野村被告の無罪を主張する一方、田上被告については一部の事件を指示したと関与を認める方針に転じました。今日の裁判では2人に対しての被告人質問が行われます。無罪主張を一転させた田上被告が法廷で何を語るのかが注目されます。今日午前10時から法廷で始まった被告人質問。まず田上被告が証言台の前に座りました。4つの事件で関与している事件はありますか？あります。看護師事件と歯科医師事件です。傷つけるよう指示しました。冒頭2つの事件について指示を認めた田上被告。2013年に野村被告が通っていたクリニックの女性看護師が切りつけられた事件について指示した理由を問われると、総裁を侮辱してからかったからです。陰部の脱毛を火傷させられた時、謝らずに野村さんでも痛いんだね、入れ墨よりは痛くないでしょうと言ったと聞きました。カッときました。とぼけたおばはんだと思いました。頬をはつれ、それとお尻を刺してやれと言いました。また2014年の歯科医師死傷事件についても尻に刺せと言って指示したとして、2つの事件ともに野村被告に伝えることなく独断で指示をしたと話しました。控訴審で一審での主張を一転させたことについては、一審の弁護士の方針でもありましたし、私も否認すれば通るのではないかと思っていました。検察官からも繰り返し一審での発言との違いを問われると、弁護士が言わなくてもいいと言ったと主張した田上被告、事実を話したくなかった、聞かれたくなかったというのがあると思うとも話しました。さらに野村被告に対する思いを問われると、総裁は父親のような存在で、徳で人を引っ張っていくタイプの方です。自分の判断で巻き込んで申し訳ないという気持ちです。午後2時からは野村被告への被告人質問が始まりました。田上被告が指示をしたと聞いてどう思いましたか？田上も私のことを思いすぎてくれるくらいの人間やからすまんなと。その上で改めて4つの事件への指示を否定しました。また裁判長に言っておきたいことを尋ねられると、公正な判断をお願いしたいと思います。一審でも主張した公正な判断を強調しました。